からこう来たみたいな。行けないよ大仏。鎌倉大仏を目指して小日向散歩をしてきましたが、鎌倉大仏がとても遠いということが判明したので急遽変更。鎌倉大仏改め、あ、海だよ。そこにあった神社で初詣編になります。それでは続きをご覧ください。そうだね、お参りしてこう。2021年はお金を稼ごう2021。お金を気にしなさすぎてて、お金が大事だって、お金が大事だってことにあのダブダブワンマンで気づいたんだよね。金は大事だよ。あんまり執着っていうかあれができないから、お金を計算して何かをするができないから買ったんだけど、今回はダブダブの赤字がもうとてもとても演出とかバンドとか入れたギャラ分が全部赤字っていう、そこら辺がギリ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 で演出にかけたお金とか照明とかのその演出も実が頼んだのとかすべてこっちがすべて赤字。ダブダブは音響も照明も自力で頼むだから、なんかもう純粋にあの空間だけはあれだけど、それは全部入れたものすべては赤字だから、で赤字が大きかった分、なんかこれからも楽しいとか面白いと思うことをやっていこうと思った時に、お金があるといろいろかけれるじゃん。でお金があればもっと面白いと思うこととか、うん、楽しいと思うこととかに、なんか余す、あま、なんか迷わず使える、うん、だからお金って大事なんだと思って。それはね、お金があれば何でもできる。猪木だ。金だみんなに不思議な音楽、音楽じゃなくて行ってる音なんだ。いいよ、そしてるね。これ作りそうじゃなくてこういうとこから生まれてるんだね、きっと。いや、なりますけど大丈夫ですか。ここ何の神様がいるの。あー、御朱印持ってくればよかった。うわー、違うんだよ、これちっちゃくしたの、なんか無観客とかが多いから実質パソコンと衣装しかいらないみたいな日々が続いて、これさあちっちゃいのに重いから大きい方の元あった手を洗う、元あったところに置いてきた。そっか、元あった方の、元あった方のガラガラの中。え、マスクを着用します。あ、違う、人の手をね、手の洗い方が書いてあるのかと思ったら、ただマスクを着用します。はい、洗いました。ただこれやんない、これ尺尺みたいな、うまい。よし、あ、なるほどね、今コロナだから、あ、それがこっちに来てる。そうそうそう、閉めちゃってるから、そう、人が洗った水がこう、あ、そうだ、その対策で。すごいね。お尻集めてるんだよ。こう見えて。え、そういえば初詣ですか？行ってないです。初詣じゃないこれ。そう。すごい、すごいですね。綺麗。
もらって帰ろう。本当だ。カツオ付きのあれにて、うん、じゃあいっか、うん、ちょうどよかったわ、うん、何何何何何ワープゾーンあれおみくじどうですか。おみくじやる。え、ハトミクジ。やりましょう。ハト神社、ハト神社東京にもあるじゃん。ハト神社、ハト神社、え、なんかハト神社レジュラーでハト神社によく、よくじゃないか、に1回なんか2回ぐらいお参りに行った。え、うん、ハト神社に、あ、やっぱ鳩神社だ、ここ。え、何ここ、どういうこと。東京にある鳩神社が本社、本社って違う、東京の方が分家じゃない、こっちが本家じゃない、ここが本社、本社、本社、本社じゃ、すごいじゃん、かわいい鳩神社。軽いな、いつもより全然軽い。そう、衣装も入れてます。長いな階段、階段長い階段長いな。選ばない方がいい。紫が出た。じゃじゃーん。こういうのね、ビリってやりたくないんだよね。ビリってやりたくないタイプ。綺麗に剥がしたい。おお。あ、出た、紫。何書いてあるんだろう。やばい、今日って良くない。夢覚めて天性を思う暁に長なき鳥の声ぞ聞こゆる。夢覚めちゃった。夢じゃないよ。え、気になる。ここだよね。願望、一時のことを失望しなければかな。え、何、手こまないでやっていけばかなって。え、縁談、自重しなければ良縁を失う。どういうこと、自重ってどういうこと。え、交際、あまり頼りすぎて背かれる。何、いく、3時9ヶ月頃注意してください。急になんか普通の敬語になっちゃった。なんとかレールとか注意すべしとかじゃなくさ、注意してください。急に病気、早く手当てしないといけない。それでも病気とか怪我はそうだよね。転居、人の口車が危ない。事業、十分検討して当たりなさい。試験、国語の実力が足りぬ。試験、国語の実力が足りぬ。チーン。まあ日本語おぼつかないからさ。どうしよう。え、去年大吉だったんだよ、もみくじ。え、今年今日なんだけど、そんなことある。あ、落としちゃった。ごめんね、ごめんね、ごめんね。
去年のやつ。ほら、あれ中吉じゃん。中吉だった。去年大吉だったって言ったけど、記憶の勘違いだった。中吉だった。じゃん。なんだった？マスコ。ビリってやっちゃえよ。ビリってやっちゃえよ。ビリってやっちゃえよ。自分が選ぶ。中吉。中吉？うん。普通じゃん。甘くかみ。秘密や仕事は晴れても、まかとを送る道は分からず。遊びから失敗する。真剣なんだよ、こっちは。遊んじゃダメだよ。供養しよう。ねえ、ここ落ちたら怖いよ。これ絶対さ、一人ぐらい落ちてそう。こんな、だって手すりとかないし。ね、子供とか危ないから、本当に。怖いよ。お前犬、お前犬もマスクしてるね。ほら、マスク。あ、お尻もらわなきゃ。なんか今日の人はあれだってさ、赤い箱の今日向こう違うっぽいな、今日の人は。え、何なの今日の人は。あれだ、え、大層、え、清めてきなさいよ。え、なんか、え、どうしよう、状態にやばい、本当にダメ、ダメなんだね、今年、うん、でもここで浜屋があるから、これでも今日代表の店長、盗んでから落ちる、うん、ごめん、ごめんっていうか、もうここでいいんじゃん、今日は、うん、一番にしよう、悪いことを塞ぐ、強運は自分、強運へ、強運は自分、強運へ言うのこれ。いや、もう読んだだけなんだけど、いいんじゃない、いつもいいの、どうか、どうか、運が、運が、運よ向け、運よ向け、もう運で、運でいく、運、okay、 確かにメンタルを崩しまくってんだよね、うん、本当に正月明けたぐらいからずっと情緒不安定、前から不安定だけど、今年なんもしなきゃいかん。帰りに日野さん、またあそこ通るじゃん、商店、うん、たださ、いちご飴、いちご飴食べよう。なんか環境を焼いてるさ、 おじさんがさコックさんとか一緒に来てる、端子を焼いてるんですけど、絶対嘘だよ、わかんない、はい、じゃ絶対コキアのお兄ちゃんとさ、ああいう絶対的なのお兄ちゃんがさ、あれ来てやってるの、絶対シェフじゃないと思う、テキアのお兄ちゃんがシェフのふりしてるんだと思う。まあいい正月ね、正月じゃないよ、大仏じゃなかったけど。というわけで、レジェの初詣でした。バイバイ。ご主人は、ご主人をもらうのを忘れてしまい、すっかりぐずってしまった小日向さんぽですが、次回は鎌倉 FM に呼んでくれたウィリアム王子と合流して、お散歩の続きを楽しんでいきたいと思います。この続きはチャンネル登録をしてお楽しみください。それでは見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。